ってないよ。疲れ今日もノーダメージ、ズバッと威張っていたのね。笑えるほど気を上にしよう。踊るパートまた無駄でほんほらごめんちょっとさ。最初ねやばめどきどき本音でラッキーなマネジメントナンバー。耳のパワー窓に反対ゴミも同然ワンパン。弱音吐いてもだえたって無駄で無駄でほらからから気づかないよね。喉乾いて血を含んで笑う笑う体の中じゃダメダメ。ありがとうございました。改めまして皆さん、はじめまして、 ICA って書いてアイカです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと今日私にとって悲惨なことがありまして。何何、私今日2ヶ月ぶりの歌のイベントなんかな、歌のイベントなんですけど、先日風邪をひきまして。風邪ひいた後にイベントに来るのなんでって思うじゃん。ただね、今は風邪ひいてないんです。なんか最近さ、肺炎につながる風邪になる人多くないみたいな。まだ病院行ってないんだけど、多分肺炎ないよ。肺が痛くって、ちょっと今日本調子じゃないんですけれどもこんな感じになるよ、本当に許してちょうだいみたいな。いい？いいよ、ありがとうほらこれ本当に、ただ自分声潰すの本当に嫌なんです。っていうのが、私の夢が声優になることでして、声優アイドルになりたいんです。そうなんです。なんで皆さん、私普段は毎日 TikTok の方を毎日投稿しております。たまに 2,3 日に1回はライブ配信をしてますので、よかったら皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんな感じでちょっと咳込むかもしれないんですけど、熱もないし頭も痛くないし、本当に咳だけなんで、本当に皆さん勘違いしないでね、本当に応援ねみたいな感じで、本当によろしくお願いします。次は聞いてください。
しけた顔で100年早い人目を気にしてビビってないで君とギラつく本性を伝えてもっと本当に素直になっちゃいな好きな本質より早いいる今輝くみたいな キスするより大事なこと無事変えたの気づいて褒めてる配信しながら、TikTok ライブをしながら歌ってますので、この子だどのアカウントみたいな感じになったら今やってるんで、ICA って書いて調べてみてください。アイカです。どうもよろしくお願いします。みんな最近急に暑くなったからさ、飲み物をしっかり飲んで熱中症対策をしてくださいね。はーい、お水をしっかり、アクエリがいいよ。あー、ナイス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 、お水がいいです。本当に皆さん熱中症対策してください。はい、そんなこんなで次の曲はね、私が声優になりたいって思ったきっかけのアニメの歌を歌います。そう、みんな明日の肉祭り、全肉祭か、今肉祭りと思いっきり言っちゃったけど全肉祭の方にも出演させていただきます。その時にもまた別の曲を歌うんですけれども、よかったら大丈夫歌うんで、よかったらね楽しんで
言ってください。私もこの後食べて飲みますということで皆さん、次の曲歌おうと思うんですけど、次の曲で最後の曲になります。ありがとうございます。あ、皆さん、私一応日本人なんでよくね、何人って聞かれるの。フィリピンと日本のハーフです。まあ、詳しいことはよかったら TikTok ライブに遊びに来てください。ということで最後の曲聴いてください。この後熱中症に気をつけて楽しんでってください。アイキャンこと ICA って書いてアイカでした。ありがとうございました。